この時間は倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルスの時間です。倫理研究所とは生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養からネクタイは何色というお話をご紹介します。 C さんがとある経営者向けのセミナーに参加した時のことです。講師が話の途中で突然、皆さんちょっと目を閉じてくださいと言ったのです。全員が目を閉じたのを確認すると、私が何色のネクタイをしているかわかりますかと尋ねてきました。 C さんは全くわかりませんでした。では目を開けてください、はい、もうお分かりですねと言いました。その後に、自分が目的意識を持たないと、たとえ目の前に必要な情報があったとしても捉えることができないと説明してくれたのでした。さらに、常に自分の目標を紙に書いて毎日復唱すると良いと話しました。求めよ、さらば与えられんということの分かりやすい例えだと C さんはとても感銘を受けました。 C さんは目標をスマートフォンのメモ機能に記録していましたが、見返すことは稀でした。以後 C さんはスマホや紙に書いた目標を毎朝必ず読み返し、その達成に必要な情報や気づきを実行に移しています。今日の心がけ、目標を毎日復唱しましょう。倫理研究所 USA のお問い合わせは電話 714-717-6209 倫理 USA.com をご覧ください。